三田選手、先ほどの話なんですが、はい、よく10点までっていうかね、2桁まで結びつけたなというお客さんにも、ね、思いがあって、そこまで来たならば、本当もう破ってもらいたいという意識もね、かなり芽生えてるんですよね。まあ、この応援している今セコンドについている加藤田さんも、まあ、下田美誠も同じく10点です、まあ、2人揃ってシングルでここまでね、頑張るということはね、まあ、これすごいことですね、私も正直言って、まあ、点数伸ばしたら7分ですね、加藤さんも乗ってますよね、加藤さんもやっぱそう、加藤さんと綾さんに勝って、ただ北斗アジャ組も勝ちましたけれども、ダイナマイト関西が2本取ったところでね、ちょっと本人としてはね、ちょっとあれでしょう、最後決める部分で私はいけなかったのがちょっとあれだったなということで、まあただもちろんタッグですから、ホッタの好フォローというかね、まあ蹴りがビシビシと決まっていて、アジャの帝王劇を導いたといってもいいでしょうけれども、まあその時と同じコスチュームを今日は身にまとっている堀田恵美子。堀田恵美子選手、まあ前今年まあ去年からずっとこちらチームにガーッと来て、まあ怖いものはないというね、1月にアジャとスリーダブルで去年の超打撃戦がありましたね、それでまあアジャともあれですし、武道館だと北斗ともまあ同期ですからね、物言いするところはありませんし、まあ大阪と関西ともいずれもう一回シングルやりたいという意見を持っているようですしね、まあというわけでそう考えるとこのジャパングランプリが当然優勝してまあね、そう思うんですよね、まあ何せ過去3回準優勝、これはこれでまたすごい結果すごいですよね、本当に優勝してるね、優勝してるんだ、一度も優勝したことがない、伊藤選手はこの2人とは公式戦はいや負けちゃったんです、2人とも負けちゃいました、そうですね、残念ながら同じ三田選手と同じ山田さんと長田さんには引き分けたんですよね、そうですね、引き分けは、ね、この伊藤選手の功績はでかいでしょう、ね、まあスタミナウルトラスタマヤ娘ですけど、山田トヨタに対して粘れたのはスタミナがなければ、山田トヨタもすごいスタミナですからね、そうですよね、ということで、堀田選手は接触、まあ、この後のディビジョンに山田とトヨタありますけれども、また山田トヨタと62年の入門組に、まあ、下から突き合いを食らって、自分は絶対この試合を落とせないという状況ですので、はい、あとがすんなり決まるわけですから、あとの試合を気にせずに、一回破ることだけを考えてね、そうですね、いっていると思いますけど。はい、ポイント11、単独トップ、堀田由美子、ただ序盤、ちょっとキック、先ほど堀田選手が出ましたけれども、今、逆に足を踏まれてましたね、はい、足殺さないと怖いですね、堀田選手はどうでしょう、あえて逆転を言うなれば、スタミナということになるんですかね、もうどうですか、伊藤さん、まあ、堀田さんはそういうこともないのか、全然選手は、まあ、みんなスタミナが強いですから。スタミナは一番大事なんですけど、特に止めない、危ないぞ、見た、今体を反応して逃れたんですけれども、今度は逆肩やりがたね、夫はちょっと一気にラッシュしてもらいたいところでしたけどね、はい、ちょっと、逆に今度も夫が沈めいってますけど、ちょっと足を伸ばして休んでるんですよ、自分の足を伸ばしてますけどね、なんで効いてるんでしょうね、これ一気にいけなかったというのは、まあもちろんそのラッシュして決められないこともちらっとこう考えてですね、こういった攻撃に出てるのかもしれません、堀田苦しい表情は見たやつ、ポリング中央であります、だから何でもあまり強制にならない方がいいんですよね、あるんですが、まあ、スタミナということよりも、はい、ちょっと10分経過、一気に行った方がですね、そうですよね、まあ、それだけのこのブラッシュパワーというか、そういったものというのはもう現状でも群を抜いてますんでね、この前の後楽園でトヨタにちょっと深く取りましたけれどもね、最後まあ回転予約も打たれまして、やはりその長期戦になりますと、あったよもやの回転が
固め技でカウントするというのはありますからね。まあ、ホットの場合もクレイントドライバーそういうもう完全無欠の必殺技を持ってますんで、短期決戦狙っていってもいいんではないかというね、まあ、菅原さんの見方ですけれども、お尻をちゃんと三田の背中の上に乗っけて、もう少し足だけじゃなくて背骨も一気に背骨上げるような形にね、するべきじゃないかなと思うんですよね。今はどうでしょう、完全に足首を決めているような形になってますよね。スタミナを消耗させるのは十分ですが、今ボールにずっと決められてこのまま状態を決めてきますけれどもね、形としてはもう少しね、伊藤選手がよくやるんでしょ、肩掛けで、ね、逆肩掛け、伊藤選手のはもう、逆掛けしちゃいますからね、完全に相手の背中の方に使っちゃって、こう、でもえげつないですよ、でも、自分も、ちょっとやってるんで、やっと、オープンエスケープか、必死に右手を伸ばそうと見たんですけれども、オープンエスケープ、それ、下半身がもたついてしまったような形になりましたけれども。中央でキングフォーがブラックだ、痛めている左膝を攻めていきます。さっきのレスバレーの対戦にね、技一瞬入りそうになりましたけども、はい、まあ一瞬たりとも気を許したらダメですよね。太田選手の場合ね、まあ怖そうに見えますけども、なかなか気の優しいところがありましてね、はい、ある意味では自分が相手をいじめるぐらいの気持ちでやってちょうどいいぐらいなんですよね。相手をもう一人も隙与えないぐらいの気持ちでもうちょうどいいぐらいなんで、これもう本当さっきみたいにちょっとしたあれ見せると別腹一発目で失いますからね。リルホーダー小川圭介です。小川圭介今日はね、この試合もしかしたらね、三田選手のセコンドに山田とトヨタが、ちょっとこれ次の試合ですけれども、山田トヨタがセコンドに来て6分で2年ぐらい大合体で三田頑張るというふうにやるんじゃないかなと思ったんですけどね、まあ島田選手が言ってますよね。まあ山田トヨタとしてもその、はい、三田に勝ってもらわないことには自分たちのね、そうですね、優勝の方が考えますからね。セコンドに来るかなとちょっと思ったんですけど、まあ、試合をちょっと次に控えているので、まあ、それにしてもこの三田の山田トヨタ両方からキーフォールが来てるんですよね。まあ、かなりその当時は60年組といっても山田トヨタエリートとして、まあ、逆という捉え方をよくしますけれども、三田下田がかなり水を諦めていた状況というのが続いているんですが、まあどうして三田が山田トヨタをシングルでピンホールを奪っているというね、このジャパングランプリ。15分経過ですけどね、何ですかね。ああなるほど、また体質が変わりつつある時に一回痩せて、はい、それから太ったかもしれないし、なんか不健康なイメージがありますよね。不健康なイメージ。このメイクといい痩せた体といいですね。そうですね、好きな人は好きですよ。結構でも全女スタイルの主流ではないんですよね。やっぱり全日本女子の今までの主流というのは健康美って感じでしょ、はいはいはい、やっぱり、はい、本当にマニア層、何のマニアだか分かんないですけど、マニア層には受けるキャラクターかもしれませんけどね。男性ファンですね。はい、なるほど。神谷選手はそうなんです、これ無個性の塊といっちゃあれですか。無個性の塊っていうか落ち着いてますよレスリングは。そうですね、うん、また自分の使う技というのを決め込んでいるというかね。聖剣好き、はい、レグラリアットっぽい蹴り、はいはいはい、それから戦闘、はい、それからターンバックに相手を座らせてるのは今注目されつつある下田選手ではなくて神谷選手ですね。そうですね、
かなり試合巧者で、はい、ということですし、上地選手の場合試合巧者と言ってるのは本当に前場の中でも光るものありますよね、はい、山田選手は、はい、あの神谷選手ですとか下田選手と当たる機会はあんまりない、ね、あんまりないですか戦う機会、はい、かえって下田選手のラスカチョーラスのグループとはあんまりないないんですよ、あんまり一体いつも誰と戦ってるんですかってそうなんですねあの、悟空門さんとかあー、なるほどジャングルあの神谷さんと当たった時はあのアジャゴムさんと組んでる時に神谷選手がですね、はい、なるほどに当たるくらいですね、はい、本当は下田選手あたりも山田選手とガンガンやりたいと思ってるんですよね当たんないんですよでも不思議と昔はそれこそ全日本タッグの座を争って、はい ライバルとは行かないまでもガンガンやってた中だったので、はい、全日本タッグ全日本タッグ、まあ、山田三田のドリームオルカとトヨタ下田のスイートハーツとはぁ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 よかいや勉強不足です歴史やっぱり強くなっちゃならないとダメですねそうですねまあその頃のビデオとかがあんまり残ってないのが残念ですねなるほど選手なんかもやっぱりあれですか鮮明に覚えてますかあの時のあの試合とか覚えてるのは覚えてますけど覚えてないのは全く覚えてないと思います覚えないなるほどシングルとかでは当時からあんまり下田選手と渡らなかったですねそうですねタイプが違うということもあってか、はい、そうです全然渡らないです三田ともそんなにないですよ、シングル逆に三田選手と選手、アージャ選手とも、ね、アージャと大きな闘技戦闘技戦それで泣きながらガンガン行くというああこれだよ、下田美和というのがあったんですよねあったんですか、ああなるほどそれで終わっちゃったですねだから、せっかくヒールになったんですからね、ええ、そういうところをどんどん出していけばいいと思うんですよ下田美和でもね、ヒールになるっていうのも嫌で嫌でしょうがないんですよはなるんじゃなくてレスラーっていうのは戦いながら変わってって気がついたら自分がそういうヒールっぽかったとかね私は今日からヒールですっていうのはもちろん本当に不自然だと思うこれは確かにそうですけどもね全日本女子の場合は特に獄門があったりとか昔なんだか党とかあったりとか ね、はいはい、ね決めつけちゃうでしょ割と黒い T シャツを着たその日からっていうようなはい、はい、目のあたりにこの辺書いちゃってとかねやっぱりやりながら自分の一番合ったのが見えてくるんじゃないですか本当は選手ってうんただ島田選手の場合あの7月の太田でしたっけ、はい、北斗選手に土下座して あれはでも涙を誘いましたよ、この決意は固いなとそしてどんなに素晴らしい選手になってメキシコから帰ってくるかって、はい、それは甘かったですよやっぱり2ヶ月ぐらいじゃそんなにね選手って変われないでしょ変わり始めじゃないですかまあ、今まで5年間、6年間のものすべて捨てての再スタートだけに結果見せてもらいたいなっていうのがありますよね、厳しいかもしれないけど、でもよくはなってるんでしょそうですかね北斗選手なんかの話聞くと、確かにあの着実によくはなってるとただこういう、確かに北斗選手たちと組んだ試合ではそういうのが見えてもシングルマッチとかだとまだ見えてこないというのがシングルって山田選手やっぱり一番難しいですかタッグよりそうですねそうですよね自分一人でもね、はい、あとあの三田選手とか下田選手後輩に強くて先輩に弱いというあの定評がありますけれどどうでしょうありますねやたらめったら強いですね後輩にはやたらめったら強い、はい、山田選手はどうですかいや、笑ってなくていいですよ自分がですか、はい、思うことですか、うんまあ、自分がですかやはり先輩にはなんかその向かっていけないなんか空気のようなものがあるんですかもう今になったらないですか今は、うん、やっぱ緊張はしますけど、はい、やっぱり後輩だったリングに立ったら一緒ですからね一生リングに立ったらもう全然平気っていう人と全然平気ですやっぱりちょっとっていう二通りあるようですね自分リングに上がったら平気です、ね、平気ですか昔から平気でした昔からじゃないですあやっぱり一時期あって 何かで平気になるんですよ、はい、ある日ある日ああなるほどやはり堀田選手なんか戦った頃ですかあそうあの時はそうですねすごい緊張しましたけどあの頃堀田選手なんかもうエース候補だったですから
そうですね、あのぐらいですかね。なんかある時突然、平気になっちゃうんですね。はい、ということはまだ下田選手にはある時は来てないわけですね。ずいぶんですね、まあ、いやそれはそれだけ期待の裏返しということで。なるほどね、はい、結局ここまで残ってこれたっていうことはそれだけの力があるはずなんですよ。やめないで、そうですね、来たこれたってことは。だからこの2人がさあ、ワンで返した南ですが、まあ、そういう意味では今堀田っていうのは心技体ともすごく充実してると思うんですよ。はい、まあ、南もですね、対抗戦にこそ名乗りを上げてないんですけども、はい、まあ、でも心の中ではやっぱり自分をっていう気持ちあるんですけども、うん、ただ彼女はそういうことを口に出したり行動に移したりしないタイプですから。なるほど、まあ、実際ねどういうことを考えているのかっていうのはファンに伝わっていかないと思うんですよ。そのあたりっていうのはどうなんですか、小川さんの目から見て。やっぱりでもそういう時期が来たら本人もやっぱり、うん、まあ、そういうんじゃないですか。打って出ると思いますよ。相当していかないといけないと。見てみますかもね。うん、多分その時期を感じたら自分から行くと思いますよ。なるほど。総合力では現時点でもすでにね、レスラーとしての総合力では本当に南の方が掘ったより上。テクニックはまあ受けの技術とかそういったものは本当に全場屈指のレスラーですよね。まあ、今度は観客側がですね、対抗戦というのはすごく刺激的なものですよね。はい、で逆に全場同士の試合を見て、まあ、どう感じるかということなんと思うんですよ。これが前場だという定番というかね、中身を見せてくれるような教科書みたいな試合を一つ、いつもなんか用意しておくっていうか、用意しておいてほしいっていうかね。うん、そうしてほしいなという気がします。だからそういう意味で堀田と南っていうのはもう本当にもう今年で9年目に入る選手で、はい、もう何十回何百回ってやってる選手ですからね。多分ね、その中からテーマを探すってのはなかなか難しいと思うんですけども。なるほど。ただもうやっぱり対抗戦というものをお互いに移しながら、うん、これからの戦いをやっていくしかないと思うんですよ。うん、まあ、今日も、メインイベントに前場対 LLPW の、まあ、対抗戦控えてるわけなんですけども、まあ、その前にもう、まあ、前場イズムというかそういったものを見せるシングルマッチ、まあ、そういったものを期待したいわけなんですけども、前場イズムというか全日本女子的な立場を取るのであるならばね、うん、なんていうんでしょうね、レスリングのレベルの差っていう感じでしょうね。はい、そうですね、やっぱり経験の差というか、日本女子の選手は、まあ、年間250試合という強化スケジュールをこなしてますから、ええ、やっぱそれだけの強靭な精神力と肉体を持ってると思うんですよ。と思いますよ、やっぱり。だからそれがね、一つの試合では伝わらないかもしれないですけども、今後対抗戦を続けていく上ではどんどん差というものが、ね、明確になってくると思うんですけども。そうですね、まあ、でもやっぱりスタミナとかね、タフさっていう意味ではやっぱりもう対抗戦見ても本当に前場っていうのはすごいなっていつも思うなってことさえちょっとおぼろげになったっていう印象薄いだなという感じがします、ね、さあこのエンジンを外して、さあヒールホールド。あと堀田は関西というライバルを自分でも見つけましたからね。見つけちゃったんですよね。そうですね、なんかタイプも似てますし、ちょうどプロレスラーになろうと志した時期も一緒ですし、それまたやんちゃ同士ですから、面白いんですよね。うん、試合も派手ですのでね、蹴り合いということで本当は今のような動きでね、円錐をひょいと外して裏アキレス腱に持ってたりとか、はい、ああいうところにみんなが、これが南のすごいところなのかなということに気がついてくれれば、うん、自然とね、見る方のなんていうのかな、観点というか、うん、目の高さが違ってくるから、うん、まあ、ただ最近はファンもかなりね、それでもやっぱり、うん、シングルマッチっていうどっちかに注目しちゃいがちなんですよね。なるほどね、はい、うん、顔が隠れちゃってるっていうのもあるんですよ、南選手の場合。髪の毛で、物理的に髪の毛で、なるほど、あれが今みたいなこういう怖い顔とか表情がなかなか見えにくいと、ええ、うん、なるほどね。なんかこれはですね、長期戦になるような感じがしますね。そうですね、ちょっとグラウンドのね、こういうなんかしつこーい、ね、しつこい試合というのがひょっとしたら南選手のなんか一番いいところが出るような試合なんじゃないかという気もしますよ。なるほど、先ほどからかなり足に重点的に粘っこい、だって立ち技で大技やった方が見てる人とか遠くから見てる人には分かりやすいですしね、だけどどうやったらじわじわ苦しめられるかというのは、特にまあホットの蹴りをね、防いでいくためには不利にかなった攻撃ですよね、基本的には。さあ
ロープに手が届いた堀田、これも2で返します。今日は実はですね、当初堀田対渡辺智子、そうでしたね、ミナミ対バットの歌だったんですけど、はい、渡辺智子はですね、まだ足の骨折しまして、はい、完治してませんので、今日欠場ということでこういうカードが急遽実現したってことなんですけども、はい、渡辺選手ちょっと骨折心配ですけれども、どのぐらいの今のところ見通しですか？もうそろそろ出てこられると思うんですけど、ただまあ試合できる状態ではないということで、なるほど、まあ今年に入ってから結構怪我人が多いんですよ。そうですね。ですんで長谷川もしばらく休んでましたね。そうですね。なるほどね。やっぱりまあ怪我というのはつきものなんですけれども、レスラーもかなりほっとくと無理してやりますのでね、本当に大事にまあ至ってしまうということも多々あるわけなんですけれども、今吉田麻里子選手がですね、首大阪で今手術を受けまして、はい、手術はもう終わったんですよ。で、もうすぐ退院ということで、まあ、これがリハビリに入りまして、はい、復帰を目指すということなんですけどね。なるほど。だから、まあ、今吉田が休んでいることすら気がつかないファンもいると思うんですよ。まあ、それだけ全日本女子の選手層がある意味では厚くなったということだし、なるほどね、まあ、ある意味では誰が抜けても大丈夫な状況を今作っているということなんですよ。でも割と吉田麻里子の不在というのは感じるときありますけどね。元気印でしたから、元気印だね、本当にね、ちょっと寂しいなという感じがしますけれども、まあ早く吉田の元気な姿を見たいなという気がいたしますが、さあまたちょっと試合の方はね、ちっこいグランドの攻防に変わりました。さあ、まあ、先ほどから南の方がやはりちょっと防戦、さあしかし南も先ほどから防戦一方なんですが、このホールもやっぱりね、南っていうのはお客さんのそういう息を感じちゃうタイプなんで、やっぱこれは堀田のいいところを出してあげなきゃいけないっていうことを南は感じちゃうんで、大人ですね。そんなことを考える必要ないと思いますけどね、この2人が戦うんだったら。ただね、そういう気配りの選手なんですよ。かといってホールは取らせないぞと。なるほど。だからもっとね、戦いしたもんの方がいいと思いますよ、本当に。特に堀田なんていうものだったら、スタイルとしてね。ただね、本当先ほどから言ってるようにね、これだけもうやり戦い尽くされてる対決ですから、はい、なかなかね、新たな感情っていうのはなかなか生まれないと思うんですよ。なるほどね。そうですよね。まあ、ややもするとなーなーになりがちだ、何度も何度もやってるとということですけれども、まあ、その辺どの辺にまあ自分自身コントロールしていくかというところも重要なファクターかと思いますが、まあ、そういう意味では今日はマッチメイクに恵まれてないということだと思うんですよ。ははは。残り時間3分。ありゃー、あれよあれよという間にね、みんながこうキックを受けている間にもう17分経ってしまいました。やっぱりね、あれだけテンションの高い JWP との対抗戦を繰り広げてきたことにとってね、